それではまず今ご覧いただいた皆さんにそれぞれご挨拶をいただこうと思います。嵐里奈さん、お願いいたします。本日はお越しいただき本当にありがとうございます。サイレ役を演じました嵐里奈です。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日はお越しいただきありがとうございます。総太役を演じました奥平大賢です。今日は短い時間ですが、楽しんでいってください。よろしくお願いします。嵐里奈さんが演じているサーリャのご家族を演じられた皆さんが嵐里奈さんの本当のご家族ということで、はい、見ている間はね、皆さん気づかれなかった方もいらっしゃるとは思うんですけれども、皆さんオーディションを受けられて本作ご参加ということですが、里奈さん、改めてこうご家族で初めて登壇ですよね。いかがですか？そうですね、本当に普段だったら信じられない光景というか、すごくうちの家族にとって貴重な経験だなと思ってます。控室が賑やかでしたねそうですね、いつもあんな感じでワイワイしてる家族です。そうだったんですね。そうですね、僕もご家族で出演されるっていうのはクランクインする前から一応知ってはいたんですけど、監督から、現場で初めて会ってほしいっていうことで、その現場で会うまで一回も会わなかったんですけど、それまでリオンくんがすごい可愛いっていうのをすっごい聞かされていて、でも僕会えないじゃないですか。で、写真も見れないってなって、どんな子がいるんだと思って、で、現場行ったらこんな可愛い子がいて、これは確かにあんだけ語られるぐらい可愛いなと思って、すごいそういう楽しみな部分とかありましたね。皆さんからも何かお伝えになってたんですか？そうですね、すっごく弟のアピールをしててもうこんなとこが可愛いんだよってずっと言ってたんで、ちょっとひどいことしたなといやいや、おかげですごい楽しみな気持ちになったんで、よかったですね。よかったです。はい、ありがとうございます。ここからも皆さんにね、伺っていきたいと思うんですけれども、改めて昨日公開を迎えて、反響もたくさん届いてるかと思います。里奈さん、奥平さん、この撮影からの振り返ってみていかがでしょうか、ここまでの歩み。そうですね、なんかすごく長かったようで、今この場に立ってすごくあっという間だったなって感じていて、でもこんなにたくさんの方々がこの作品を見に来てくださってるっていうのはすごく幸せなことだなって、すごい幸せな気持ちでいっぱいです。いろいろと SNS ですとか、映画のレビューサイトを見るとすごく熱い感想が皆さん長文で書かれているのがとっても印象的な作品だなと思うんですが、奥平さんのところにはどうですか、反響と、またここまで振り返ってみて。そうですね、僕にとってはその2作目 の映画出演になるんですけど、初めて僕がこの映画を拝見させてもらったのが12月になるんですけど、その12月までは本当に長くて、早く映像を見たいなっていう気持ちでいっぱいあったんですけど、その映像を見てからいろいろこのマイスモールランドで の稼働があって、そこからは僕は個人的にはすごく早かったかなって思っていて、それでもやっとこうやって皆さんに映画を見ていただける日が来たなっていうのはすごい嬉しく思いますね。まさに続いて奥平さんをまたスクリーンでというのはすごく嬉しい、喜んでらっしゃる方もたくさんいると思うんですけれども。そうですね、なんかこうやって映画で始まった身なので、こうやって映画に、2作目で、1年映画が公開して1年でこの映画の撮影があったんですけど、これなんか映画に戻ったような感覚で、なんか新しい成長した一面が見せられたらいいなと思いますね。ありがとうございます。これじゃあ順番に里奈さんからいきましょうか。このシーンは結構いろんなとこで言ってるんですけど、でも本当に一番で、こう最後に入館のシーンでちっと話すシーンがあって、そのシーンを撮り終わった時に監督がすごい涙を流してくださっていて、それがすごくこう自分の演技でこうやって人を感動させることができるんだっていう初めての感情というか、すごく嬉しかったです。そうですね、なんか僕のソータの役でいうと絵を描くシーンがすごい僕は印象的なんですけど、ソータの家でサーリャとあとロミンと
3人で絵を描くっていうシーンがあるんですけど、僕はすごいそれが印象に残っていて、すごいね、大きな、ね、木を描いたんですよ。でそれでみんなでなんかどの色を追加していくかみたいなので、でリオくんはお絵描きしりとりみたいなのねやっててすごいなんか楽しんだ、すごい印象があって、すごい思い出残ってますね。リオくん、そのみんなでソータの家でペイントしたシーンは覚えてますか？お絵描きしりとりやってたんですか？ごめんね、私が遮っちゃったね。覚えてます。楽しかった？楽しかったです。よかったですね、覚えてくれてよかったです。嵐さん、奥平さん、今年2022年の4月から18歳が新成人ということで、新成人に、まあ、突然なるという、はいね、18歳でいらっしゃる嵐さん、先日5月3日18歳になられたばかりですけれども、お二人この成人になられたご感想もいただいていいですか？リナさん、いかがですか？そうですね、私の中で成人っていうのは20歳っていうイメージが強かったので、まだしっくりは来ないんですけど、責任感を持って生活しようと思います。頼もしい、ありがとうございます。奥平さんは成人になられて。そうですね、僕もあんまり自分が今成人してるんだっていう実感はあんまないんですけど、でもつい最近の撮影で初めて日をまたいで撮影する機会がありまして、ちょっと前までだと時間制限があってできなかったんですけど、まあ高校も卒業してっていうので、日をまたいで撮影してすごい眠かったなっていうのがすごい覚えていて、で大人の人はみんなこれやってるんだなって思うとすごいなって思って、僕も頑張ろうと思いましたね。成人というのがすごい身近にもう感じられてるわけですね。そうですね、もうなんか大人の人ってすごいですね、本当に僕も頑張ります。本当に本日はお越しいただきありがとうございます。本当にこの作品、ここまで私が来るのに、監督はじめスタッフの方々、共演させていただいた方々、この作品に関わってくださった皆さんなくして、本当にここまで無事に演じることはできなかったですし、本当にたくさん支えてもらいました。そしてオーディションの時から私はこの作品のへの思いはすごく強くて、絶対この役やりたいって思ってましたし、そこから約1年ぐらい経って皆さんに見ていただいてるっていうのがすごく嬉しくて、本当幸せな気持ちでいっぱいです。と皆さんの感想すごく楽しみにしていますし、この作品をぜひ周りの方に広めていただけたら本当に嬉しいです。本日はお越しいただき本当にありがとうございました。